はい、ガイ y フォーコンバック back to のコニ h a n n e リエイターモーションデザイナーしてるクリエイターです。ということで、アイリーズの皆様、お帰りなさい。いかがお過ごしでしございますでしょうかということで、ちょっと、えー、今回、ナンバーアイの GQ の下りをお話をね、ちょっと配信していきたいと思うんですけど、デイデイの方も、えー、ちょっと1日くらいになりましたけど、デイデイっていうところも動画見つつコメントしていこうかなと思っておりますけれども、えー、いよいよ年末ということで、来月12月か早いっていう感じでございますから、皆さんい,いかがでしたでしょうか多分ナンバー の元日ゴートから追ってた人はもう怒涛の1年で大忙しの1年だったんじゃないかと思うんですけど本人たちももうなんか3年ぐらいの感じするとか言って,言ってましたけど『デイデイの方でちょっと見ていきたいと思います。 で、ナンバーアイがベストミュージックグループ賞を受賞ということで GQ Men of the Year で GQ の方からも他にあれ出てましたけどこちらもねやばくねっていう感じ11月29日発売の GQ ジャパン1月2月の合併号 GQ Men of the Year 表紙3パターンあるということでこちらナンバーアイ出ております表紙解禁ということでちょっとかっこよすぎるやべえやばすぎるこれミキモット入ってるよねジンくんねルイ・ヴィトンですね翔さんはねいやーやばいね 黒スーツかっこよすぎるね。超ネクタイってのがやばいね、平野さんね。ジン君タートルネックで。え、ってか岸、岸く君最高です。岸く君もネクタイしてるんだね。いやー、ちょっとまたさ、大人っぽくなって、ってか、この一年で美女編がやばすぎる件について3、4時間語れるんですけど、髪色も今、京ョウ君黒髪にする前か、これは。 だから、ちょっとアッシュ系の翔さんと、ウェットカン、ブラック系の黒髪の神宮寺さんと、岸くん、岸ブラウンの岸くん。いやー、表情もまた色っぽくて最高ではありませんかということで見ていきたいと思いますけど、ちょっとこんな感じです。あの、拡大すると、恐ろしくかっこいいね。ちゃんとあの、お仕事、パートナーシップ、グループにパートナーシップ二人いるのやばくねっていうか <laughs>、しかもルイ・ビトンとミキモトっていう、クロムハーツミキモトのイベントにも出席する神宮寺さん、かっこよすぎる。ということで、11月29日発売だそうですね。これを はちょっと家に飾っておける感じだねもう2024年を本当に飾った男性アーティストですね何場合ね で、ナンバーイベストミュージック賞受賞ということで、ベストミュージックグループ賞受賞ですね。で、GQ の方が、まあ、ネオブザイヤー2024年を発表して、まあ、出たんですけど、10組出たらしいですね。今年のね、受賞はね。で、ベストミュージックグループ賞を受賞したナンバーイを紹介しますよということで紹介してくださっていて、下の方行くとこんな感じですね。ドゥドゥン。この、公式のサイトも出ていて、 で、こっちがですね、特設サイトなんですけども、他誰受賞したのみたいなところを見ていくと、やっぱ凄さがわかるんですけど、えっ、ー、と、世界19カ国で開催され、えー、圧倒的な活躍を見せたヒーローたちを賞賛し、えー、表彰する、賞賛し、表彰する祭典ですとで。今年の受賞者、受賞式の様子はこちらからということが出ていて、 この真ん中のほら、あのキャラクター背景に入ってるけどさ、村上さん、あの、ニュージーンズのイベントとか、あるグッズかのデザインもしたりとかして、韓国でもすっごい人気出たんですけど、やっぱ知名度また上がって、で、GQMEN OF t ですね、ブレイクするアクターショーですね、中野,、えー、と中野くんだよね。えー、っと、これ、何,で何で出てたのかな鳥にあ、トラニあ、そかビーファーストのリョくんとか出てたやつも出てたんだね。なるほど。で、ベストアクターショー。 こちら、ブレイクスルーエンターテイナーショーとか。ファーストサマーウ多ークなんだね。ベストアーティスト。堀米大先生、オリンピックね、ちょっと二冠というか、よかった。リアタイで見てましたけど、マジでかっこいいよね。あの、大事なところで決めてくるっていうの、マジでかっこいい。99年生まれですね。まだまだ。スケートボードね、しかも、 まあ、平野、平野賞関連によって、平野歩夢くんもあの二刀流でやってますよね。スケボーとスノボ後ね。ベストアスリート、あ、この方ですね。はい、見ました、リアタイで。凄かったです。で、ベストチーム賞は、あの、石川くんですね。はい。キャプテンのね、石川真由ちゃんもね、妹さんも代表で、兄弟揃って。で、ベストミュージックグループ賞。 出てます。こちら。ナンバー10月に結成された、平野翔 W タータの3名からのアーティストのグループ、1月でデビューして、えー、やっぱ、なんか2番目に書いてくれるよね、こちらのことね。GO と、その月こちらっていう感じ。でも、こちらちょっと、あの、ラインナップ発表あったんですけど、この間。 で、追加でもしかしたらっていう可能性もあると思うんだけど。ただ、こちら自体、毎年違うラインナップで組んでくるので、注目のアーティストを。2年連続ってなかなか難しくて、まあジャクソン1とかに関してはちょっと異例で、3年連続とかって出たりするんですけど、中国のソロアーティストで初めての連続出場だったりするんですけど、ちょっとまだ希望はあると思うっていうか、待ってたいなと、過報は寝てもて。こちら、最大の米国最大級の音楽フェスティバルが主催する特別ステージ、<laughs> 80トライズンフューチャーズに出演。このステージ結構、 こうま今年もやっ来年もね4月ですけど可能性はなきにしもあらずから出演後に GoTo 米国の iTunes チャート10位ヒップホップチャート3位にランクインし話題にジャクソン1とコラボしてあの,日のフィーチャリング版も出してほしいよねで9月にはファーストアルバムナンーワ1をリリースしということで書かれてますけどビルボードホットアルバムでスで1位 Spotify にて設計 チャート4位トップアルバムズデビューグローバルってやばいんだよねこれ入ってるのねすごいですよ世界4位っていう現在ライブツアーナンバーワンライブツアー、えー、次北海道ですねいよいよね福岡終わった北海道で continue reading ーーってありますけどこれクリックすると一応見れるんですよねそうこの写真もやばいねスーツ姿かっこよすぎるちょっとベルベットなのかな翔くんのやつねさん三木元です 岸くんのネクタイ姿って初めて見たからやばいっすね。で、ここら辺。 出てますね。あのコーテラだけじゃなくて、音楽フェス、サマーソニックのメインステージに出演とか、9月にナンバーワンリリースフルアルバムで、2023年のグループ結成から1年たらずで、世界躍進的な活躍を見せ、まさにですね、日本の音楽に旋風を巻き起こす平野さんとダブルユータの3人にベストミュージックグループ賞を、えー、授与するということで書かれてます。で、次はちょっとお見せしたいのが、これなんですけど、多分見た方も多いんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと見ていきませんか一緒に、皆さん一緒にどうでしょうか 再生していきますねこれあのフェンファンくんかな ?INI のフェンファンくんスタジオにいたのかなワイプの子ですね。だよねフェンファンだよねよちょっとかっこよすぎんか音あげますね。えー、うわうわうわこれどこのビジュアルだどこのビジュアルだこれいつのやつだちょっと冬,冬系のコンセプト衣装でめっちゃええやん。ごす,すごいよねグループ。

1>, 1月1日、まだ12ヶ月、え、1年経ってないんでやばすぎんか、この活躍ぶりで <laughs>。<laughs> コウらラーだって iTunes 全米トップ10出て、サマソニーロッキン出てって、このスピード感やばくないか、しかもあれじゃん、特別賞、あれですよね、レコーター、A、もそうだし、今回 GQ ベストミュージックループで、紅白も出る、初出場。 すげーそんな濃い一年を振り返り成長した。聞いてみると今年すごい怒ってくれるようになったくない。いやいつも。キシ君怒りなさい怒り高ぶらない。キシ君怒ってくれるよだってよかったリーダーちょっと財布の紐がゆるくなってきた。よかったよかった。いつもだよ。いやいやいつも全く興奮だよ。いや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 キシ君嘘はやめよ。ういやいやいや元々だよ。かっだよ。 キくんなかなかおごってかおごってネタ結構前から出てたけどそんなにと思ってたけど最近おごってくれるようになったんだねキシ君良かったよかったよかったよかったとか言ってリーダー食事キシさんと一緒にいつも男気じゃなくてするあそうなんだ勝った人が気持ちよくおごるってある何思ったのかオッケー俺お会計してくるわマジか違うで本当に信じるなって 岸君もまああのさあれじゃないのちょっと儲かってきたしあのソロのお仕事も響き合とかやってるからもうなんとなくもうちょっとそこら辺はそこら辺はいいよ俺が払うからに、ね、なってきたリーダーっぽくなってきたねリーダーとは自分で言ってないけど本当に信じられなくてえ太っ腹なし岸さん別にでもなんか副業かなんかされて副業かかなんかえ待って岸君ぶっちゃけ X で 収益化してればすごいと思う、岸んの X は。それかもしれない、副業。<laughs> アフィリエイトじゃないけど。あの普通に響き屋はすごいからね。うん、お仕事自体。なんか副業かなんかされても <laughs> してないしない。ツッコミがさ、ツッコミが普通のサラリーマンにするツッコミなんだよね。ヒ <laughs> ョウん最高すぎる、ま、てな。する必要ないけどね。あー、笑顔が<高>素敵じゃん。 このジャケット欲しいな。いじゃゃないですよこれ笑笑顔顔めっちゃ <laughs> 着てるジャケット絶対高いよね。おねだりされちゃったね。私お兄さん。私印象的だったことをまるまるオブザイヤーで表して。フィシくんおごるようになってよかった。嬉しいよね。リーダー。ドリンクとかも結構おごってくれるんです。もちろんあった。僕いや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 。でもあんま甘やかさないようにしましょういやいや最近だおかしいじゃんなごさ。ちょっとさ俺にさねバッグ買ってとか言って。ははは まあさあ、ナンバーエのグループの活動は3等分だろうけど、まあそれぞれのソロの活動お仕事の分量で言うと、翔くんすごいからね。確かにね、とは思うんだけど。ルイフィトン、イブサンローランとかどんだ、どのぐらいなんだろうとか思ってね。ギャラとかね。ちょっと気になっちゃうけどさ。まあまあまあ、あの CM とかはもう本当に数千万だから、まあすごいだろうね、と思うんだけどあん、ま。あんま甘やかさないようにしましょう。いやいや、最近だ、おかしいじゃん。なんかさ、ちょっと前もさ、俺にさ、えっと ねバッグ買ってとか言って、ね、<laughs> 怖いな、ね、<laughs> 最近ここからしたら岸くんも兄貴おくざ嫌だもんねそうだよ、うん、あおごりでねそっか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 あの仁くんからしたら翔くんは兄貴だからおごってとはなるんだねそう<ー>そんなこと言ったらいや <laughs> <laughs> どういうシステム <laughs> 最近メンバーにおごるようになった岸さん岸くんめっちゃなんか犬なんだけど今日

岸君ん、なんかリーダーじゃないんでって言ってるから <laughs> そうなん。転金システム。まじかよ。かよん岸君、ほら、契約家、そういうとこが好きだよね、岸君は、ね。接着契約家で。いくら稼いでもちゃんと貯金とかめっちゃしてそうだし。 いやケシ君、こういうところもやっぱしっかりしてらっしゃるところが出てますね。うんなんかケチとかじゃなくて倹約家っていうイメージがやっぱあるからすごいす敵ですね。ちょっと高かったから、いいこの店は2回分かな <laughs> っていうんです。ケシ君、イメージあ逆に上がってます。キタ田の中で。しっかりしてるから。うーん ね、ちゃんと計算していて素晴らしい。イモリさんは今年を。景色多分つあお付き合いお付き合いとかのお話をするのあるかもしれないけど、普通になんかねあの女性とお食事それもなんかないと思うんだけど不祥事不祥事とかそのゴシップもないからとかだったら驚踊る怒るんだろうね。男同士だとなかなかなんでしょうけど。アルマルオブザイヤー、ね。イモリさんに振るのやめてくれない。私はあの小屋豆腐オブザイヤー。<laughs> もうねあの高 <laughs> 野豆腐をね、あのー、年々好きになってて子供の頃とか若い時あんまり好きじゃなかったんだけどもうあのしみる加減がいい高<ー>野豆腐の人間になりたいなんか翔くんと食べ物の濡れお,おせんべいとか好きだったよね翔くんねなんか合いそう翔くんと <laughs> 食べ物もり <laughs> さん渋いとこ行くこの数は高野豆腐 皆さんだって公園道具って久々に言ったんでしょ言わないよもう1回言いました皆さんでせーの公園道具,園道具何それ何それアンミカさんもいるけどいイモリさん全部持ってくる岸くんぐらい取れ高すごいよねこの人ね岸くんとイモリさんちょっとめっちゃなんか楽しそう一緒にスタジオいたら再確認できました、はい、<laughs> フェンファン君は何もオブザイヤーでしたか<う> INI のフェンファン君だねこれねあー大学同じだったのよね いたんだよね外国に中国人だけど日本語と英語と 韓国語も全部できるんで。すね。僕は休日オブザオブザイヤ。ーあの先日、先日あの大阪行った時、メンバー8人ぐらいで半日くらい空いてて、みんなでユニバー行きました。最高の一日になりました。メンバーみんなで行くんだ。はい。やばバレるね。バな。ワイワイしそうだね。すごいな。さあ続いてはこっち。可愛い。こんなナンバー4分ぐらい。 デイデイで取り扱ってくれてて、こんなし長い尺で取り扱ってくれてるんでいいんですかって感じだったんだけど。で、ここら辺出てって、ベストミュージックショーで。あとは、ここら辺詳細出てますね、プロフィール。3人の、えー、まあ、ゴー o とデビュー、えー、こちらラ出て、出演後には、ってヒップホップチャート3位、総合さチャート、iTunes か、全米トップ10。 フルアルバムリリースし、ホットアルバムで1位、Spotify、世界チャート4位、トップア o バーンデビューグローバルですね、4位。全国ライブツアー観光中。スタイリングとかも出てるんですね、これ、スタイリストさん、ね、太郎水谷さん、フォトグラフ。スタイリストは、えー、横田さんあ。いつもの方でね、えー、横田さんね。ヘアスタイル、メイクアップとか出てますね。夏見、寺崎さん、和美さん。ここら辺ですね。えー、Men of the Year。まあ、全部男性なんですけど。 こんな感じですね。男性じゃないんだね。花ちゃんとかも出てるね。ウイカさんも出てる。ファーストサマーウイカもいるからね。メシカン勇気はめちゃくちゃわかる。ベストチーム賞は。今年ね、男性、男子バレエめっちゃ頑張った。ベストミュージックグループで、ミュージックグループっつったらいろいろいるもんね、ボーイズグループ。さっきのスタジオにいた INI だっているし。ミリオン行ってるのが今年、スノーマンと INI みたいなんですけど、そんな中ですごいじゃん。 なんかここら辺でやっぱ注目されてる感じです。やっぱデイデイがこれだけ尺長く尺やってくれるってことは相当デイデイも注目なんでしょうねって感じなんですけど。で雑誌の方の、えー、っと詳細も GQ ジャパンが出ておりまして、表紙がかっこよすぎる件についてなんですけど、こちらですね。GQMen o f t h e Year 2024、まあ主要。主要俳優陣、女優陣、村上武さん、高橋さん、ファーストサーマーウイカ。 これ中のページこういう感じになってんのかな村上さんのこのデザインキャラクターのデザインでちょっとポップな感じで3人のスーパーセクシーってか石川祐希君一番右にいるね190越えのスタイルお化けこの辺書いてありますね GQ ジャパン12月2月,2月あってか消費紹介した商品を購入すると売り上げの一部が GQ ジャパンに還元することがされることがありますだって で、29日金曜日発売 GQ ジャパン。えっ、ー、と、あさってですね。えー、1月2月合併号、えー、例年の GQ メ e n of the Year 2024。今年最も輝いた受賞者たちを写真とインタビューで大特集した。だから結構インタビューしてくれてるんじゃないですかね、今回もね、何倍。えんで、で、えっと、栄えある受賞者は、ということで。 えー、あ、アウレリーのデザイナーさんね、岩井良太さん。韓国でめっちゃ有名なであれだよね、ブランド。韓国でめっちゃ有名なブランド。で、岡村さんあ、ミュージシャンのね。で、井口さんですね。女子の投げ、やり投げ。すんごいよね、あの人ね。気迫やばいよね。どんだけ投げるのっていう。 えっと、枝花ちゃん、俳優、かっこ俳優ですね。中野さん、ナンバーアイ、アーティスト入ってますね。で、石川由紀くん、ファーストさんまゆ媛か、堀米くん。この辺、オリンピック系がこれだけ選ばれるのは納得ですね、今年ね。で、村上隆さんですね。現代、現代美術作家、熟句。<laughs> こんな感じ。受賞者出てますね。 1>, 1月2月号、えー、合併後、通常版。こんな感じおしゃれじゃんめちゃくちゃ可愛いじゃん村上さんがこれさ、村上隆さんがさ、隆さんですね。デザインしてくださってるんですね。アートワークバイ隆橋村上って書いてるから。えー、ちょっとこれ一生分の記念になる。やっぱ今年はちょっとニュージーンズのグッズが、韓国聞くとニュージーンズの,の バックトートバッグなんかショエルトートバッグシュってできるやつ。あれのデザインとか知った、されてたんですけど、みんなしょってたね、韓国で。日本に来てる観光客ですらしょってるのを見ましたけど。で、1月増刊、1月号増刊特別表紙版 っていうのが出てて、これまたちょっとかっこいいんですよね。右もいいけど、左がちょっとやばいね、今年の g 9面オブザイヤー。どこで撮ったんだろうって感じなんですけど、背景がちょっとビルみたいな。空の感じもいい感じで雲入ってて、これ自然光だと思う。ライティングもやってると思うんだけど、自然光もちょっと夕日がいい感じに入ってて、ライティングも合わせて、影の入り方とかもいいし、 ちょっと切なく覚悟も決まって今年を見返すような感じ、振り返ってるような感じと3人のこれからへの覚悟を感じられる良い,い表情だね。やばいっすね。かちゃんとこのボタン締めている感じがいいよね。翔さんとか肩幅めっちゃ綺麗に出てるし、ルイ・ヴィトンのスーツで、超ネクタイ。もう三木本神宮寺さんはもうウェットカン最高だし、ちょっとあの袖のとこバギーな感じがいいよね。 ケーシー、スーツ、超似合うじゃん、顔つっちゃいし。みんなさ、ほら、ケシ君ジム行ってるって言ったけど、やっぱ、肩幅とさ、胸筋あるから、綺麗に着れるよね、スーツもね。特に、あの、ゴート筋の平野さん。<laughs> 髪色もいい感じだし、いいですね、写真。めっちゃいいと思う、黒スーツ、背景空で、外で撮影して、夕日の入り方と。特別表紙版、ジャニアリー2025って出てますね。 2020の輝きで受賞者たち GQ Men of the Year 2024ひえーかっこいいピアスもしちゃってね。ネックレスもしちゃってね。岸くんはネクタイでカチッと決めてジングルさんのタートルネックレちょっと冬コンセプトいい感じじゃん出てますね。コンデナストがやってるんだよね。で、2月号もこれあるんだね。2月号にも一応ナンバーが出てた2月号増刊にもね。これがちょっとカーキーっぽい感じのカラーになってる 上の方は、こっちの方は一番最初の1月2月合併号はあ、レッドで、2月はカーキーカラーになるこれもなかなか可愛いですね。もう本当、あの、パリで、オリンピックで大活躍のアスリートと、その中にナンバート某有名俳優陣と、すごいよね。村上隆さんとね、隆史さんと、映っておりますね。まあ、キーカラーであるレッドですね、GQ の。 g q メ of the、Year、のキーカラーであるレッドを基調にベストアーティスト賞を受賞した村上隆さんによるアートワークが表紙を飾ると。1月増刊特別日号にはベストミュージックグループを、えー、受賞した。あー、エイをフォーカスしてくれてるんだよね、こんなやがでね。嬉しいですね、2月号まあ、売れるからね、雑誌ね、ナ何イね。エイの,この雑誌の売り上げの,の伸ばし方がやばくて。さすがだなっていう感じで。売り上げの えっと、どれだっけ、ちょっと他の記事になっちゃうんですけど、どんぐらい売れたのっていうところがデータで出ていてご紹介しますけど、何倍フォーカスっていうのが、やっぱ数字で見るとわかるよってところ、どれだけ売れるのか。まあ、私の売り上げでどれ,どれだけ伸びたか可視化してくれてて、えっ、ー、と、こちらですね。最も伸ばしたのがっていうところで出ていて、 エルジャポンで最も物数を伸ばしたのがエルジャポンです 24.。24.7%増加と。で、これストレイキッズ・スンミンが7月号。で、8月号何倍特集、特別号が要因となってると。ただ、スキズ・スンミン君は、あの、ストレイキッズで一番有名、あの人気があるのは、フィリックス君とか、ね、あの、ルイ・ビトンやってますけど、フィリックス君ヒョンジンあたりなんですけど、スンミン君だけじゃここまで出せないんで、何倍効果もかなり出てて。 で、特にナンバーアイ特別号では、アマゾンの、えっ、ー、と、アマゾンカラーバージョンが346、モノクロバージョンが404件モノ評価がついてると、なかなかないぐらい、ないみたいなんです。このぐらい評価数が。3期前に物数を伸ばしたのもヒノ、ヒロの、ヒ、ロの、ヒロのさん、ヒラの翔さんの特別号の影響でしたと。いうところで、雑誌が、まあ、あの、飛ぶように売れてしまっているグループなんですね。売れるグループなんですね。で、ヌメロ東京が、えっと、45.2%増っていう、もう、あの、半分 <laughs>、 半分50、50%近い数字出してて、増、増加レベルで。2 8000部増加したらしい。で、6万2000部を売ってると。で、2位となっている。なんと、ヌメロ東京もナンバーアイ特集でした、ということが書かれていて、 で、ちょっと下に行くと、Amazon ニ e w m e の7月8月号特装版では、えー、1160の口コミが入っていると。ここら辺ファンダムの強さですよね。で、2024年の4月6月の雑誌売上げに何倍が大きく影響していることがわかります。だから7月8月5なんで。4月、だから4、6期か。4、6期の売上げ何倍めちゃくちゃ雑誌も売りまくっている感じだよね。で、ほら、 スタヤ書店のサーバーダウンさせちゃったじゃないですか。マップスの時だったっけ前年同期比で最も部数が伸びたのはファッシ,ションショーのエルジャポンで、2022年、ナンバー効果でグラフがこうやってボーンって上がってるんですよね。一番上で。で、エルジャポンが2020年7月7から9期が6万4000部だったと。なんだけど2023年60%増しの6万3000。 <laughs> おかしいんだよね。これもナンバーですけど、うん。で、9月期か。平野さん特別,特別版がまあ要因となっていたみたいで、えー、こちらですね。懐かしき。この絵はかっこよかったな、白黒でね。9月よりの2023年11月、平野さん特別版の影響による部数が急上昇したと。で、グラフが、ピンクのグラフがこんも、ものすごい、 ものすごい上がり方してますけど、平野さん効果だったみたいですね。部、まあ、数が急上昇したと。で、Amazon の口コミも特別、えー、通常は20、30件のところ、えー、っと、それをもう数百倍にもなる、1360件もの口コミがついており、部数への影響力は大きかったと想定されます。だから、コンデナストじゃないけど、GQ もさ、ナンバーアイ特別版に出すのも納得じゃないですかこれ。売れない、雑誌売れない中で 売れない時代の中で雑誌をこれだけ、何、グラフがもうバグるぐらい売ってくるナンバーってことですよ、これは。経済も回してるわけよ。<laughs> 続いて3位には同じく、これ岸くんも入ってて、3位にはということで、同じく、ハースト夫人が本社の晩餐館、岸くんが出たやつですね。 これもすごくて、2024年の4月にボーンってグラフ上がってると思うんですが、ね、これがなんと33.6%増加の22,733分増しで3位に岸くん、晩さがランクインと。こちらは2024年2月28、売り号にて岸さんの特別号が大きく影響したと考えられますですって。まあ、そりゃそうですよ。<laughs> そりゃそうでしょうねって感じだと思うんですけど、それにしてもじゃないですか。 売り方やばすぎませんか雑誌の売り方。雑誌買うのも一苦労なアーティストですから、ナンバーアイは。改めてすごいなってところなんですけど。ということで、これがあってのまあ GQ の特別ナンバーアイフォーカス5だよね。1月5。増刊特別表紙はナンバーアイフォーカスっていうことで。 で、なんか、受賞者の中にはロングインタビューとか GQ ジャパンでしか見られない取り下ろし写真を掲載。さらに2025年2月1日発売の GQ ジャパン。3月号では GQ メンオブザイヤー受賞式の当日レポートをお届け、当日の写真とともにご紹介するそうですね。これは間違いなく売れるぞ、これは。<laughs> 何%、パーセント何十パーセント増しを出せるかっていうの楽しみですね。かっけえ。 表紙やべっすね、これね。ちょっと歴代で、ね、もちょっとトップ級に私好きかもこれ今回のビジュアル。今までいろんな雑誌があった中で。スーツ姿やべえんだよね。紅白もそうか。ちょっとスーツになった時の破壊力がやばくて、3人、ビジュアルも含めて。キャー、かっこいいし、セクシーだし、大人っぽいし、色気出てるし。やっぱり肌もきでツヤ感と品もう、みんな王子様だから。 プリンスだから、貴公子、神宮寺さんにとどまらず、覇王の平野さんと、キシブラウンのケーシーもいるわけで。王なんだよね。の王が3人並んだら雑誌,雑誌、平野さんでもあれぐらい売れてるから、そりゃやばいだろうなと思うんだけど、皆さんもぜひ手に取ってみてくださいということで、ちょっと雑誌関連のお話をまとめていきましたけど、こちらが受,受,受賞理由についても出てって、他のサイトから。 こちらですね。何倍の受賞理由ってところで。まあ、グループ結成で、ゴートで鮮烈なデビューで、こちらで出て世界の扉を開いて、サマーソニーメインステージでフルアルバムも出して、1年足らずで、まあ、躍進的な活躍を見せて、日本の音楽界に旋風を起こす3人にベストミュージック賞。まあ、日本の音楽界に本当に旋風を巻き起こしたゆえに、ベストミュージックアワードグループ賞を受賞するというふうな、まあ、理由づけがされてるんですけど。うん。 まあいろいろコンテンツも出ますよと、ウェブとか SNS でそう。で、あとは先ほどご紹介したデザインの方も、めちゃんこおしゃれになっておりますので、村上隆さんのデザインとか好きな方はね、ちょっと、他の号もね、お手に取ってみても可愛いんじゃない何倍入ってるしね、右の方にね。 石川祐希くんと隣ですね。はい。もうダン男子バレーも結構あの、カメラ、ごっついカメラ持ってってあの、撮りに行ってるあのファンたちもいるぐらいなんで、ちょっとアーティスト、アイドル並みの人気を出している石川くんとか、高橋蘭くんとかもね、東南アジア人気すごくて男子バレー。うーん、何倍もね、負けてないですけどね。こんな感じで、いろんなカラーバリエーション出てくる予定なので。 大注目ででですすととといいいうことでままめていきました参考になれば幸いです改めておめでとうそして岸くんがおごるようになってくれて私は嬉しいというかなんかやっと岸くんの岸くんおごりなさいのあのリリックはやっぱり歌詞はやっぱり続けてほしいから続けてほしいからと毎回歌うたびに岸くんネタが来るのもいいから副業なんかしてるんですかっていうあのあれがツッコミが面白すぎてこれちょっとミームになりそうな感じ でもやっぱ喜んでくれるあれが嬉しいんだなと。で、翔くんに、あの、ジャケット買ってとか言ってるようになってるジンくんも面白いし。で、あの、おごら,られなければおごらないっていう岸くんも倹約家で素敵だね。堅実倹約家な岸くん。イメージアップです、私の中で。多分岸田もそうなんじゃないかなと思って。結構前の事務所だとなんかお年玉とかすごかったですよね。なんか絶対先輩おごってたし。なんかある意味、2B 内では、 まあ、おごるだろう。IMP とかだったらおごるんだろうけど、メンバー内だったらこんな感じで、なんか、すごく、堅実倹約オブザイヤーな感じ逆に私の中ではイメージ上がっておりますし、ちゃんとね、将来に向けて貯めてるだろうし、とか思って、<laughs> まあ、お仕事も増えてきたからお金も貯まるとは思うんだけど、依然としてこういう感じで、なんか、堅実な岸くんも素敵だよ、ね。ううん。翔、うん、くんも仁くんも、なんかそんな、あの、めちゃくちゃ無駄遣いしてる感じもないし、 物を大切にしてる感じもあるし、ジーンズとかで、ね、ジンくんとか特に、素敵だなと改めて思いましたまたお会いしましょう。バイバーイ。